中村修治、中村修治、主治、中村、中村修治、1954年、昭和29年5月22日隊は、アメリカの技術者、電子工学者、博士、工学、徳島大学、1994年、2005年までは日本国籍を持っていたが、その後アメリカ国籍を取得し、日系アメリカ人となる、日夜化学工業在籍時に、 世界に先駆けて実用に供するレベルの高輝度青色発光対応を発明開発赤崎勇、天野博士と2014年にノーベル物理学賞を受賞した日夜科学との訴訟でも注目を集めた2000年よりカリフォルニア大学サンタバーバラ校有志アソビー教授世界初となる無極性青紫半導体レーザーを実現し大学発ベンチャー ソラーも立ち上げた。また、科学技術振興機構のエラと、中村不均一結晶プロジェクトの研究統括として、東京理科大学の窒化物半導体による光、触媒デバイスの開発にも貢献した。愛媛県西和郡四津浜村大久、後の瀬戸町、現在の伊方町生まれ、小さい頃は、海や山といった自然の中で遊ぶ子供であった。父親が、 四国電力に勤めており、仕事の関係で、中村が小学2年生の時に大洲市へ転居するが、ここでも山登りを楽しんだ。1967年に大洲市立北小学校を卒業。その後は大洲市立大洲北中学校、愛媛県立大洲高等学校に進む。数学、物議が好きで、図が工作、美術と共に得意であった。しかし、 歴史や地理などの暗記物は苦手だった。中学、高校の6年間はバレーボール部に入って活動していた。中学はキャプテンをしていた兄に強制的に入部させられ、高校では友人から誘われて断れなかったためであり、バレーが好きなわけではなかった。しかしインタビューでは、辛い時にはバレーボールのきつい練習を思い出すと述べており、 著書では自分たちでやり方を研究したり工夫したこと、受験勉強に専念せずに部活動を続けたことの意義や自立精神が養われたことを振り返っている。大学進学にあたり中村は理論物理や数学を志していたが、教師の就職を考慮した助言と改めて試行し直し工学部を選択。徳島大学工学部電子工学会進学する。下宿で、 専門書を読みふけるとともに、哲学の試作にも時間を割く。学部の同期には、東原俊明日立製作所社長がいた。また、三年生の時に後に妻となる教育学部の同級生の女性と出会い、交際を始めている。三年生では、当時助教授であった福井一万年男体物性の授業に面白さを感じ、中村は材料物性に興味を持つ。 卒業研究では、同分野の教授である、ただおさむの研究室に所属し、実験装置の手作りを重視するスタイルを学ぶとともに、溶接や、旋盤作業も経験する。中村は、トップクラスの成績で学部を卒業後、同大学大学院工学研究科修士課程に、進学。なお、大学院進学にあたっては、大学院に、博士課程のある、 京都大学も受験していたが、一点差で不合格になってしまっていた。大学院一年生の時に結婚し、終了時には子供もいた。大学院修了を控えて松下電気産業の採用試験を受ける。成績は学部、修士とトップで特大大学院の推薦枠もあり、面接もきちんと受け答えできたが、不採用となる。これについて、 指導教授のただからは卒業研究の論述で理論的なことを書き過ぎたためと指摘され、中村自身は材料以外はやりたくないと答えたことも一因と分析している。その後、中村は京セラを受験。この時の面接官は創業者の稲森和夫で中村は合格した。しかし、家族の養育の関係から地元就職を希望。指導教授のただの圧線により、 日夜科学工業を受ける。採用時期を過ぎていて断られかけたものの、英語の成績が良かったことが幸いして採用された。大学院終了後、日夜科学工業に就職し、開発課に配属される。現場の職人からガラスの曲げ方などを習い、自らの手で実験装置などの改造を行った。これらの経験が CVD 装置の改良に生かされ、後の発明につながる。 日夜化学工業時代に商品化したものとしては、ガリウム系半導体ウェハーなどがあったが、ブランド力や知名度が低く売れなかった。青色発光ダイオード及び、青色半導体レーザーに挑戦することを決意する。青色発光ダイオードの開発を、社長の小川信夫二次基し、中小企業としては破格の約3億円の開発費用の使用を許される。 中村はまた社長に留学を直談判し、1988年4月から1年間の予定でアメリカ合衆国のフロリダ大学へ留学する。マキードを勉強するための中村の希望であったが、日夜科学としてはもともと徳島大学助教授、坂井志郎の勧めでフロリダ大学へ誰か社員を派遣する計画であった。中村は修士修了で博士号を持っていなかったため、 留学先で研究者として見てもらえず、悔しい思いをしており、チク賞と博士号取得や論文執筆への意欲を新たにした。一年間の留学後、日夜科学工業に戻り、2億円ほどする負けド、装置の改造に取りかかる。なお、2014年に中村修二へのノーベル物理学賞授与が発表されたとき、中村修二はインタビューに答えて、 日夜科学の仙台社長の小川信夫氏には感謝している。彼の研究支援がなかったらこのノーベル賞はなかったと述べている。当時の応用物理学会、研究会などではセレン系に注目が集まっていた一方、ガリウム系の研究会は人数も少なかった。しかし中村は、あれだけ優秀な人たちが取り組んでもうまくいかないならば、 むしろ終わったとされる分野に挑んだ方が良いということで、ガリウムに着目。その後、青色発酵素子であるガン、窒化ガリウムの結晶を作成する、ツーフローマケイドを発明し、窒化ガリウムによる高輝度青色発酵ダイオードの開発に参加した。1九9四年三月、中村は徳島大学大学院工学研究科に、博士論文を提出して、博士、 高学の学位を取得した。中村本人は東北大学での取得を希望しており、実際そのチャンスもあったが、会社の都合で地元の徳島大学になったという。青色発光ダイオードが製品化されて以降、1994年頃から中村は国内外の学会などで多くの講演をこなすことになる。しかし、日夜科学工業で、 給料以外に発明に対して得た、報奨金を聞いたアメリカの研究者仲間は絶句の後、低すぎる対価に甘んじているとして、スレイブ中村、スレイブイコールドレーと、あだなした。また、1998年11月に、東京大学客員教授の誘いが来る。相談を受けた、日夜科学常務の小山みは、引き受けることを勧めたが、 中村は日夜科学から重要な技術情報が漏れることを恐れ、断る方針を伝えた。高山は中村の日夜科学に対する注射精神を指摘すると、共にすでに重要な技術は研究の段階から生産現場へ移っていたことから、中村が現場における真の進歩に気がついていないのではないかと思ったと回想している。中村は管理職として、 研究の現場から離れつつあり、LED 関係の開発に目途が立ち、研究テーマの観点からも、日夜でやることがなくなりつつあった。中村は、アメリカの企業や大学から多くのオファーを受け、スレイブ中村では耐えられないという思いもあり、娘からの、もったいないという言葉がきっかけで転身を決意。1999年12月27日に、日夜科学を退社。 2000年2月に半導体関係に強くスティーブウン・デンバース教授が誘ってくれたカリフォルニア大学サンタバーバラ校材料物性工学科教授に収めむする。2000年12月にアメリカのオスカロライナ州東部地区連邦地方裁判所において日夜科学工業はトレードシークレット営業秘密漏洩の疑いで中村を提訴した。 裁判終結までの間、中村は、米国訴訟におけるディスカバリー制度の対応のため、情報提供や、反論の準備に、かなりの時間を取られ、研究に支障が生じた。その後2001年8月23日に、中村が、日夜科学工業を提訴。中村は、日夜科学工業に対して、2フローマケイド、通称404特許と呼ばれるの特許権上と及び、 特許の対価の増額を求めて争った、通称中村裁判、青色 LED 訴訟、詳細は404特許を参照。中村は、サンタバーバラの自宅や、大学の研究室を調べられ、心身ともに疲弊した。裁判を通して続けられる、日夜科学の必要な攻撃をやめさせるために、日本で裁判を起こしたという、日夜科学工業が中村を訴えた米国での、 訴訟については2002年10月10日に帰却となる。日本での訴訟では2004年1月30日に404特許の発明の対価の一部として東京地裁は日夜科学工業に対して中村に200億円を支払うよう命じた。日夜科学工業側は控訴し2005年1月11日東京高等裁判所において404特許を含む 全関連特許などの対価などとして、日夜科学工業側が、約8億4000万円を中村に支払うことで、和解が成立する。なお、日夜科学工業は、同訴訟中に、量産化に、不可欠な技術は、若手の研究員が発見した、アニール技術であり、すでに存在していた、平滑なガンの膜を得るためのツーフローをケイドは無価値だ。遂べており、訴訟終了後には、 特許権を中村二条とすることなく放棄している。この控訴審において交際から示された若い韓国に対し、中村は弁護士とは異なる。記者会見を設け、日本の司法は腐ってると述べた。2005年、東京理科大学の大川和弘研究グループとの共同研究による窒化物半導体を用いた光触媒デバイスを発表。 窒化ガリウムの結晶と導線で結んだ発金を、電解質水溶液に浸し、窒化ガリウムに光を当てることで電流を発生させ、水を電気分解することによって、水素と酸素に分離することに成功した。光を使って水から水素を容易に取り出せることから、新たなエネルギー変換技術として期待されている。大学では、個体証明、エネルギー電子工学センターのディレクターを務め、 2007年には、ユーシアスビーにおいて、世界初となる、無極性青紫半導体レーザーの開発に、成功した。アメリカの大学教授は、企業のコンサルティングやベンチャー企業立ち上げもよく、言っており、中村も LED 電球のベンチャーを立ち上げたり、韓国企業の絵の技術指導や、共同研究を行ったりして、また、中国の大学や企業で名誉教授やアドバイザーを、 勤めるとともに、日本においても鳥取大学、新州大学、徳島大学、愛媛大学、東京農工大学で客員教授を務めている。2006年にガンオンガンの技術を再度挑戦し成功した中村修司は中村修司を含むユーシアスビーの教授ら3人で2008年にベンチャー企業ソラーを立ち上げた。ソラーの製品は世界初の 全化しスペクトラムを持つ LED を製造し、炎色性が高く自然な白さを生み出す製品として知られている。中村は以前からノーベル賞に最も近い男と言われることもあったが、青色発光ダイオードの開発から20年経っても受賞できず、2013年末には来年取れなかったら当分無理かもしれないと死のただにこぼしていた。しかし2014年に、 赤崎勇、天野博士と共にノーベル物理学賞を受賞することが決定する。なお、アメリカで研究を続ける都合により、2005から2006年頃に米市民権を取得している。米国では多額の研究費を自ら集める必要があったが、その大半は米軍関係のものであり、機密の多い軍の研究費を用いるには市民権が必要だったという。 ノーベル賞受賞者発表時には一般に知られておらず、またプレスリリースにあるアメリカンシティズンの解釈でインターネット上議論を巻き起こした。ちなみに受賞後のインタビューにおいて、本人は米国籍を取得したが、日本国籍を捨てたわけではないと答えたが、日本の国籍法は自ら他国の国籍を保持した、際の二重国籍を認めていないため、本人の意思とは関係なく、 米国籍の取得時点で日本国籍を自動的に喪失していると考えられる期間、単独日本国籍保持者の他国への帰化も参照。実際、平成26年11月4日、官報ではアメリカ合衆国人中村修治文化勲章を贈与するとされており、日本人として文化勲章を授けるとされた他の6人の文化勲章受賞者とは明確に いいなる利扱いがなされている。また、中村は前日のように、ノーベル賞受賞時に、米国籍取得を話したところ、二重国籍が問題となり、日本のパスポート更新ができなくなり、取り上げられたという。客員、顧問、非常勤など、学術関係の受賞について、オモニアを参照。目次へ移動する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。